全キャラ1分解説カーベ編。カーベは草元素の体験キャラで、主な役割はフィールド上に出ているという意味ではアタッカー。ただしカーベ自身で火力を出すというよりかは開花を軸に戦っていくキャラで、元素スキルを発動すると周囲の開花の種を即起爆させることができます。元素爆発では中断体制を強化しながら自身の通常攻撃を草元素攻撃に変化させつつ、パーティー全員の開花ダメージを強化することが可能です。加えて自分自身限定とはいえ HP を回復する能力を持っているのも優秀なポイント。元素チャージ効率と元素熟知が大切なキャラクターで、生物は金メッキ4セットや楽団金メッキ学園4セットなどがおすすめ。武器や祭礼の体験、テッサの花、マカイラなどを装備させてあげましょう。同じ開花軸でもニーローと違ってパーティーに縛りがないので、開花パーティーにウェンティや勝利を入れたり、凍結開花など特殊なパーティーを組むことができる面白いキャラクターなので、ぜひ育成してみてください。それでは。